はい、こんにちは。重工房のフラシーです。今日はね、新しいものをご紹介しようと思います。それはね、こちらです。じゃん、ということで、はい、こちらですね。これはですね、かっこいいでしょう、これ。これはあの、モーラナイフ専用のシースですね。シースっていうか、革ケースなんですけども。これは幕開けさんでですね、今、クラウドファンディング中の、モーラナイフ専用の革のケースと、ナイフジャケットというふうにね、呼ばれてますけども、そういったものです。これね、本当に、あ、こんなね、チャチなモーラナイフが一変するという代物です。ちょっとね、これ楽しみですね。私あの、モーラナイフは持ってますけど、あんまり使わないんですね。なんでかというと、やっぱり、こう、なんかこう、しょぼいっていうか、このケースがなんとも、チャチでね、これいいんですよ。すごく使いやすいんだけど、はい、こんな感じでね、このケースがプラスチックの、こういうケースなんだけど、まあ、これがね、いかにもおもちゃみたいな感じで、あまり持ち歩かないですね。ただ、ベルトをこう、刺すところがあったりとか、これ使いやすくて良さそうなんだけど、どうしてもこのプラスチック感があまり好きじゃないのかな。なんかあまり使わないんですね。で、日頃はあまり、まあ、あの、革の中に入ってるぐらいで、ほとんど出すことがないんですけど、今日はね、これに、はい、これを一変させるというね、革のケースが届きました。今回は株式会社エタニティさんのご提供でですね、これを商品を送りいただいたんですけども、もうね、これ、すごくシンプルなんですよね。ちょっと中開けてみるまでもなくてね。はい、こういう感じですね。ちょっとこれ、外してみようか。一緒についてたものはですね、これをネジですね。ネジ類。ネジがついてました。これはこのモーラナイフの革を取り付けるっていうもののようです。ちょっと外してみますね。要するにね、ここにこうやって刺すだけなんですよ。すごく簡単なんだけど、この、ちょっと、ぼっさい感じ、このぼっさい感じの、安っぽい感じのやつが、これでつけると、一変、はい、完了、みたいな。これで完成です。本当はこれだけでもね、十分なんですけど、はい。こうなると、全然変わることないですか？ちょっとさっきのも、はい、これと、これの違いですからね。はい、まあ、これと、上、ね、ビフォーアフターみたいなもんなんだけど、これをこういう風に入れてやるんですね。これで、革のナイフジャケット。それもね、これ、栃木レザーといって、まあ、レザーに詳しい方でしたらね、ご存知だと思いますけども、まあ、栃木レザーですよ。超有名な、その、革で言えばね、まあ、一級品と言われる栃木レザーを使った、高級ナイフシースということで、この辺の小刃というか、小口の仕上げもきっちりされていて、縫い目はね、これはミシンで縫ってますね。手縫いじゃなくてミシンで縫ってますけど、ここは型を押してね、型で変形させるっていう。まあ、水を浸して、ぐっとこう、革をね、曲げたりとかするんですけど、私、実は以前、革のケースを、こういう、スマートフォンのケースとか自分で作ってたことがあるので、まあ、これ作り方も大体大変なこともわかるんですけどね。で、一応ですね、このままだと今言ったように、こうやってスポッと抜けちゃうので、これを固定する方法があるようです。ちょっとこれ外していきます。危ない。これをこう刺しておいて、先ほどのこのネジですね。ネジを使って、ここに固定をするということです。で、固定方法はね、非常に簡単。この付属されているこのネジですね。これがドリル代わりだね。だから本来ドリルが、持ってる人はドリルでやればいいんだけど、ドリルがいらないということだそうです。これをそのまま使って、これをドリルの代わりにね、はい、これをね、ドリル代わりに使って、ここにドリルで穴を開けるという。はい、ここにね、これで、ゴリゴリゴリと穴を開けていくと、はい、そうすると、この下のケースの方にも、ね、ここに穴、はい、ここにね、印がつくので、ここにもう一度このドリルを使って、まあ、ドリルがある方はドリル使えばいいと思うけど、まあ、一応これついてるので、これを使って穴を開けてみます。そうなんだよね。結局、ドリル持ってない人でも、こういうものが一本あれば、この簡単なプラスチックだったら穴が開くということですね。これでゴリ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 と、こう、ネジでね、ドリルで穴を開けていくという。あ、来たかな？
はい、ちょっとね時間かかりますけど、タッピングビスみたいに感じで 穴を開けていくんですね。もうちょっとだね。反対側を見るとね、こういう風に、こんな感じでね、穴が開いてきました。開いた。はい、これで一応穴が開きましたね。もうそんなに大きな穴を開ける必要ないと思うけど、大丈夫かな。はい、ちょっと両方ともこのバリを取っといた方がいいと思うけど、両方ともね、このバリを、バリだけはちょっと取っといた方がいいね、これ。はい、バリを取ってやりました。こっちもね、こういうバリだけ取っておいて、これで穴開きましたよね。ここにね、ここに穴開いたら、もう一度このカバーを刺してやって、今開いた穴にこのか、これをね、こっち側かな、あ、こっち側ですね、こっち側の、ちょっと見にくいけど、こっち側のネジを刺してやって、で、裏側からですね、裏側からネジを締めると。まあ、あの、これもうこうやってやるだけですよ。そんな難しくはないですね。こんな感じで締めていきます。よっ、よいしょ。はい、できました。簡単以上、これだけですね。で、ここに、かっこいい、4590円ですよ。栃木で4500円ならこれは安いと思いますよ。まあ個人的にはそう思います。で、今までのモーラーナイフが、まあ、これで全然一変しちゃうということですよね。この緑色が良くない？はい。あとはここをちょっとこう、ミンクオイルか何かでですね、テカテカに磨いといてあげると、ね、使えば使うほど栃木っていうのはもうテカテカになってきますんでね。これが数年後、ちょっと楽しみなナイフになりますね。こういう風になるとちょっと持ち歩こうかなという気になりますね。はい、ということでいかがですかね。これかっこよくなりましたね。これならちょっと持ち歩きたい感じですね。なかなか一品物みたいなもので、なかなか自分ではね、あの、作ることもできないし、値段が4590円だったらこれは買いだと思いますね。でね、あの、仕上げ自体も周りこういう小判磨きとかちゃんとされてて、ね、あの、綺麗に仕上げされています。まあ、ちょっとね、あの、レザーですから手入れは大変。手入れはその、まあ、濡らしたりとかあんまり気をつけた方がいいと思いますけど、濡れたらちょっと拭いて、すぐ拭くようなこととか、あとはね、あの、濡れてもいいように、できればミンクオイルですね、ミンクオイルか何かで、まあ、手入れをしておいた方がいいと思います。事前にね、濡れる前に。なので、まあ、キャンプ行く前に、あの、ミンクオイルで、とオイルアップしておいてから使われるといいと思いますね。いやー、これかっこよくなりましたね。はい、今回はですね、株式会社エタニティさんのご提供でですね、このナイフシース、ナイフジャケットですね、モーラナイフ用のジャケットをお送りいただきました。ちなみに色がね、色見本があります。色見本、これは私が使ってるのこれ緑色、グリーンですね。グリーン以外に黒、チョコ、キャメル、それからレッド、オレンジ、グリーン、あとはブルーですね、まあ、ネイビープラス、これもいいっすよ。これ迷彩色、迷彩もかっこよかったなね。あのモーラーのこう、何、ナイフの色に合わせてオレンジとかいう風に、ね、合わせてやるのもいいと思うし、まあ、反対色使うのもいいだろうし、まあ、私のようにこういうグリーンをね、こうプラスチックなものをこう革に変えるという、こんな感じはすごくいいと思いますね。モーラーナイフっていうのは確かに2000円、2、3000円のものなんですけど、これつけたら、これは1万円以上のナイフに見えますね。やっぱりシース大事。これだったらもう毎回のキャンプに持っていこうと思いました。はい、ということで今回エタニティさんご協力のですね、モーラーナイフ用の、尖ってるね。モーラーナイフ専用なんだけどさ。まあ、モーラーナイフは結構皆さん持ってるからね。だからそういう意味で専用っていうのもありかもしれないけど、モーラナイフ専用の、栃木レザーのナイフジャケットのご紹介でした。まあ、もしよろしければ、概要欄からですね、幕開けのクラウドファンディングのページをご覧いただいて、詳しい製造工程なんかもね、丁寧に作られている様子もね、見ていただくことができます。
まあキャンプってやっぱりこう何もかも贅沢にいかないじゃない。まあ上を見るよキリがないし、ナイフだって結構高いものもたくさんありますけど、まあこういうところにちょっとこう4000円ぐらいのちょっとお金を使うのはいいんじゃないと思いました。はい。まあそんなわけでね、まあソロキャンプだからさ、誰に見せるわけでもないんだけど、もうただ所有満足感というかな、まあそういうものかもしれないですね。まあただ見る人が見れば、お、栃木レザーのナイフシース使ってますねみたいな感じですよ。これは、使って今すぐは何もこう、まあ革のケースねぐらいであれだと思いますけども、これが5、6年使うとですね、栃木っていうのは色の味が出てきてね、すごくいい雰囲気になります。これは私財布とかでも栃木レザーの財布をね、使ってますけども、まあ、そういう感じでね、革のものっていうのは長年使えば、いい革ならね、長年使えばいい味が出てくるということで、今から5年後が楽しみなナイフができましたということで、めでたしめでたし、はい、いう方ですね。ということで、よろしければ概要欄からチェックしてみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。これからも皆さんに役に立つキャンプ用品なんかのね、ご紹介もしていきますので、よろしければチャンネル登録しておいてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。岩さん、さよなら。かっこよくなった。これ、めちゃくちゃかっこいいですよ、これ。栃木レザーですかね。さよなら。